ちなみにこの動画ですね、皆さん先に言っとくんですけど、多分長いと思います。同じ会社の人が自殺しちゃったんですよ、うん、だから自分も死ぬんじゃないかっていう風に、うん、まあちょっと薬飲んどる状態だったんで。そうだよね、うん、すごくワクワクしましたね。もしも死ぬとしたら日本一周してから死のうって。そしてそいつ殺して自分も死んだら楽になるかなって思ってますって。うつ病っぽくなったんでやめますって言っても、病気のせいにしとるだけだろうって、まだ怒鳴られるの嫌だったんで。確かに確かに、相談なんてできるわけねえだろうって。確かに、時計渡されて、なんかこれ時計貸すから昔母さんからもらったものだから、まあ、絶対返しに来いよって。大学行ってさ、ね、何百万も使って辞める人もいたりさ、海外行って何百万も使って辞める人いる中で、たった100万で 100発100中楽しめる人生でいい出来事に出会えるって考えたら、日本一周ほどコスパのいい本はないんじゃないかなって。かといって日本一周したら全ての悩みが解決できるぞとか言えたことではない、言えないんですよ、そんなことは。ただ単に全ての出来事をひっくるめて日本一周をやってよかったなっていうふうには。いい言葉や今の。思います。どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回は教えて日本一周のコーナーなんですけれども、ですね、まあもう隣に座ってるんですけど、日本一周終わった方に、来てもらってます。で、まあいろいろね、面白い人なんで話を聞いていきたいと思います。じゃあちょっと自己紹介。あ、自己紹介お願いします。はい、もうめっちゃリラックスしていいよ。あ、そうですか。こうやるっていうよりも、もうこうでいいよ。あ、そうです。じゃあ2019年4月17日からセド250で日本一周しました。クジラって言います。ではよろしくお願いします。お願いします。なんて説明しようか。まあ、ゴールデンウィーク中にモロケンハウスに10日間いたよね。あ、一番最長でいました、ね、最長も越した人がおる。あ、マジっすか。他にね、凌介さんっていう人が13か14ぐらい、2週間ぐらいの時もう越されたから。いやでも本当モロケンハウスでお世話になりました。じゃあですね、今日が9月の15日けど、まあ、日本一周始めて、まあ、大体4ヶ月5ヶ月ぐらい経ったやろ。いや、そうですね、5ヶ月ですね、大体。で、まあ、先週ぐらいか終わったの、2週間ぐらい前か。まあ、それ、いや、8月の24です。ああ、そう。いや、覚えとうね。いや、もう、いろんなことがありましたから覚えてますよ、はっきり。まず、そう、なんで日本一周を始めようと思ったのかをちょっと聞きたいなと思って。まあ、ぶっちゃけって、うん、うつ病診断もらったんですけど、うん、それの3日後に、モロケンさんの動画見て、その日本一周という選択肢が芽生えて、うん、でそこからいろんなことがあって日本一周することになりました。なるほど。まあうつ病をやったけど、あの公務員辞めてる動画を見て、そうです、日本一周しようと思ったということですね。はい、それはもうありがたいですね。こちらこそ本当に助かりました。いやいやいや、ありがたいですね。いや、まあでもそう言ってくる人結構おって、クジラくんだけじゃなくてもいろいろそういうメッセージを結構いただく。そのまあ、仕事関係でいろいろあったってことなんやけど、まあ、そうです。それをちょっと話してもらいたいなと思って、ちょっと聞いてるからずっと。ああ、ずっと聞いてます。僕多分相槌しか打たない。そうですか。もうね、10回ぐらい聞いたから話して。こっちにみんなに向かって、なんか、ああ、みんなに向かってですか、はい、何があってこう何があったのか、そもそも。まあそうですね。あ、ちなみにこの動画ですね、皆さん先に言っとくんですけど、多分長いと思います。で、まあクジラくんはいろいろなんか経験をしてきた人やから、そのなんやみんなに当てはまることというか、まあ、そういった同じようなことを考えてる人というか、同じような状況に直面してる人に何かこうヒントを与えられたらなと思って動画撮ってるんで、まあ、多分あんま興味ない人からすると、まあ、どうでもいい内容になっちゃうかもしれないですけど、まあきっかけが欲しい人にとっては何か掴めることになるかなと思って撮ってます。ちょっと長くなって、しかもあんまカットしないと思うんで、まあなんか結構気軽に聞いてもらえたらなと思います。じゃあ気軽に喋ります。ああ、いいよ、気軽に。めっちゃリラックスしていいよ。ああ、そうですか。マイクだけ。OKOK。で、そうですね、旅立ったのが2019年の4月なんですけど、うん、自分2018年の3月からご飯が食べれなくなったんですよ。うん、まあ、去年の3月。去年の3月ですね、2018年の3月に、うん、で、まあよくあることっていうか、まあ当時思い返せばそのパワハラとか、うん、セクハラとか、まあ少人数の会社だったんですけど、うん、少人数の部署だったんですけど、うん、その中でまあ
上司の人がなんかへりくつこねて、うん、言いくるめて否定しかせずに、まあ、かといって自分の言ったことを他人にやらせて自分はやらないみたいな感じになったんですけど、うん、2018年の4月からその人が一番偉くなるってことを考え、その体制がガラリと変わって、うん、ってことを考えてたら、うん、どうもご飯が食べれなくなったんですよ、うん、その起きる時間になってご飯、お弁当をパカッてあげたら、うん、もうお腹いっぱいで、その一口二口食べたらもう食べれなくなったんですけど、まあ体使う仕事だったんで食べなきゃダメってことで、うん、まあ普通の弁当を50分くらいかけて食べてました。なるほど。でそしたらどうも4月半ばあたりからすごく体が重くなり始めて、で体重計乗ったんですよ。そしたら57キロあった体重が50キロまで落ちて、ああこれまずいなって思いました。でそういう時に一番最初に精神科行くのってすごいハードルが高いとかいう甘えてんじゃないかっていう、確かに確かに、のあったんですけど、前テレビかなんかで最初は内科に行ったらいいよって、なるほど、その血液検査をしてもらったらいいよっていう風に言ってもらって、なるほど、知っとったんで、うん、それで行ったんですけど、内科に内科に行きましたね。4月の20日あたりです、うん、4月20日に行ったんですけど、まあ内科に先生に行って、ちょっとご飯食べてもらったんで、血液検査してくださいって言って、うん、あ、分かりましたよって言って、じゃあどうぞって言われて、うん、別室案内されて、看護婦さんが来て、じゃあ血取りますねって言われて準備しとるんですけど、うん、その時に看護師さんが聞いてきたんですよ、うん、最近楽しいことありますかって、うん、何も答えれんかったんばいですね、うん、だんまり決め込みました、うん、でそれのまあ検査してもらったんですけど、うん、5日後ぐらいに結果が来て、うん、ちょっと尿酸値が高いですね、うん、で尿酸値が上がる原因が、うん、過度な飲酒、うん、過度な、ストレス、うん、尿酸値上がる理由が、過度な運動、過度な飲酒、うん、あとストレスだったんですよ、うん、自分当時運動もお酒もそんなやらなかったんでストレスしかないでしょうっていうふうに言われたんですけど、うん、内科の先生から、うん、精神科行ってくださいって、うん、とりあえず今尿酸値を抑える薬を出すこともできますけど、うん、それじゃあ原因にはなんないんで、うん、その精神科行ってくださいって、うん、それとメンタルクリニックってところもちょっと検討してくださいって、うんうん、メンタルクリニックって言ったらその精神状態 その話を聞いてくれる病院のことなんですけど、うん、とりあえず精神科行ったんですよ、うん、精神科行ってちょっとご飯食べれなくなったんですけど、うん、って言ったら、まあ、その精神科の先生がご飯食べれるようになる薬と、うん、あと元気になれる薬をもらったんですよ、うん、でそれでしばらく飲んでて、うん、その精神科の先生にもちょっとメンタルクリニック行ってみてくださいっていうふうに言われて、うん、で、ああ分かりましたってで電話したんですよ、予約の電話取るために、うん、そしたら新規の予約でしたら、うん、次が6月3日です、うん、4月なのに、そう、うん、4月25日だったんですよ、その日が、うん、電話した日が、うん、ですけど6月3日ですって言われて、あ、6月、そうです、6月、新規が6月3日です、2ヶ月後ぐらい、2ヶ月後です、うん、いや、分かりました、まあ、そこからはまあとりあえず弱音吐くわけにもいかんなんで、うん、まあ薬飲みながら、うん、ちゃんとご飯食べれるようになるんですよ、あ、飲んだら飲んだら、ちゃんとお腹空くんですよ、まあでそれでまあ戻ったわけですけど、うん、5月中盤頃ですかね、うん、あの会社からそのフォークリフトの資格を取ってくれっていうふうに言われて、うん、フォークリフトの資格の試験が入って、資格フォークリフトの受講日が入ったんですよ、うん、受講試験が、うん、6月1234、うん、かぶっちゃった、かぶっちゃいましたね、うん、で、あ、かぶったなって言われても、まあでもそんな俺なんかの都合のためにその向こうが出してくれるわけにもいかんだろうと思って、メンタルクリニックに電話して、うん、すいませんその日無理になったんですけど、うん、あの次の日に回してもらえませんかって電話したんですよ、うん、そしたら、あ、分かりました、じゃあ次空いてるのが8月1日ですね、うん、じゃ
が分かりました、うん、で8月1日までまあメンタルクリニックは行ってないんですけど、うん、よし、じゃあちょっと風が強いのと暑いんで場所を移動しました。続きを一番いいところでこういうちょっと移動しちゃった。いいっす、全然喉乾いとったんで。本当ちょっと飲みながらリラックスしながら公衆便所の前で語りましょう。お前話したっけ、フォークリフトで、ね、まあそれでフォークリフトの試験取ったんですけど、うん、取っとる期間中にちょっと同じ会社に勤めてる人が、まあ、自殺しちゃったんですよ、うん、なんていうかな、でその会社の人とは面識があって、うん、よく喋っとったんですけど、うん、まあそれで宗助とかに行ったり、うん、宗助に行ったんですけど、うん、なんか宗助の割り際に会社の本当に偉い人たち、本社に勤めてる人たちが自分の肩をこうポンと叩いて、うん、微笑みかけてきたんですよ、うん、こうやってにっこりと。でなんで微笑んなんかは今でも分かんないんですよ、うん、まあなぜかショックだったことは覚えてます、うん、なんか今の自分の気持ちとこの人の気持ちは違うんだろうなってことは分かりましたね。でまあ、そこから普通に過ごしとったんですけど、すごく怖かったですね。もしかしたら自分も死ぬんじゃないかっていうふうに思って。この頃なんか病院に行きよった頃やけど。そうですね。でまあ6月7月ぐらいなったんですけど、まあ愛も変わらず続いてるそのパワハラとかセクハラ、うん、あとヘリクスネキニチと、うん、って言っとったら、うん、いよいよ文字が読めなくなってきたんですよ。よくまあ新聞とかも読んどったんですけど、うん、まあ見出しも読めなくなって、テレビのニュースのテロップとかも読めなくなったんですよ、うん、でまあ会社行って帰り道とか車通勤だったんですけど、うん、まあ対向車線突っ込んだら会社に行かなくていいかなってことを考えてましたね。なるほど。でここから8月1日ですね。で文字が読めんくなったっていうのは、正直そういう状況になったことないけど分からんけど、本当に読めんのよ。読めないですね。もともとちょっと小説とか読んどったんですけど、うん、読む気にならないっていうか。えかもう何文字が何これが読めんってことでしょ。まあもうこの言っていいんですかこれ、うん、なんかペットなジョージア登場って意味やからもうなんか読めないんですよ、ね、もうなんか読めんのや。なんか読めないんですよ、うん、そう分からんけどなんか読めんのよね。読めないんです。なるほどなるほどなるほどね。でそしたらまあ当然何も考えんようになってきて、うん、ただ単に8月1日を目指して過ごしてましたね、うん、薬飲みながらそのクリニック。あそうですね、うん、でまあその8月1日になったんですけど、うん、8月1日になった時に、うんまあ、クリニック行って、うん、すいません予約しましたって、うん、ああどうぞどうぞって言われたんですけど、うん、なんか一番最初に、うん、その先生じゃなくてその精神科の、うん、その助手みたいな人が話聞きますよって言って話、まあちょっと話したんですけど、うん、それで、まあ、最後に、うん、そのチェックリスト、うん、5段階評価の、うん、例えばなんか眠れてますかとか、イライラすることありますか、楽しいことありますかとか、だいたい表裏が20問ぐらいずつを1枚と、まあ20問の表を1枚もらって、じゃあちょっとこれやってきてくださいねって言われてやってたんですけど、まあいかんせん文字読めんもんですからできないんですよ。そうだよね、そうだよね。2回先生見に行きました、ね、終わった終わってない、うん、終わった終わってないですね、うん、でまあチェックリストは必死にやってましたね。4面文字でよくわからん感情が抽象的じゃないですか、ね、すごく最近楽しいこと、うん、まあ確かに確かに確かに、イライラって何みたいな、確かに確かに、でやったんで出したんですよ、うん、先生に、うん、あ終わりましたみたいな感じで出して、あわかりました、ちょっと外で待っててくださいって、うん、で今度その本当の先生の方に行って、うん、まあどうぞお待たせしましたって言われたんですけど、一番最初にそうそう言われましたね、あなた今抑うつ状態ですって、うん、会社を休んでくださいって言われたんですよ自分は、
で、まあその時の詳しい話は正直覚えてないんですけど、いや自分がなるはずないとだけ言ったんですけど、先生にみんなそう言いますからって言われて、でとりあえず2週間、うん、その休養が必要ですって言って先生の署名のやつを渡されたんで、うんうん、まあ帰り道その会社に寄って出してきて、うん、8月1日のそうですね、去年の話だね、去年の話です。で8月1日にその書類を渡したと、上司、そうですね、書類を上司に渡したんですけど、その日から眠れなくなりました、ね、その時食べれた薬で、いや薬で食べれましたけど、食べれたけど読めんくて寝れんくなった。まあそうですね、その日からなぜか寝れなくなりました。ぶっちゃけってまあすることもないし、会社休むってなったから、うん、そうだね、すごく不安になって、うん、まあとりあえず寝ようと思って、うん、10時ぐらいに布団に着くんですけど、うん、なぜか寝れなくなって3時ぐらいまで寝れなくなったんですけど、うん、寝れんで、でやっと寝れたって思ったら、うん、朝の6時ぐらいに目が覚めて、うん、すごい眠いんですけど二度寝できないんですよ。なるほど。であとまあ特にやることないから、うん、ベッドに寄りかかってポケッとしてました、ね、うん、でそういう日がまあ続いたんですよ、ね、うん、8月1日2日3日と、うん、でただ自分8月4日に長野県に行く用事があったんですよ、うん、その身内とミセスグリーンアップルっていう、まあ、バンドがあるんですけど、うん、行くって話を4ヶ月ぐらい前からしてまして、結構前からね。そうですね、まあでも行くしかないな、まあ、やることないから、まあ、言ったらまだその症状が軽い時に決めてた約束事みたいな。ああ、まあそうですね、なるほど。こんな状態だったけど行くしかねえなと思って、連日3時間ぐらいしか寝てないんですけど、うん、頑張って車運転して長野県まで行ったんですよ、うん、でまあ午前中に、まあ、待ち合わせしてご飯食べて、うん、まあ、食べれるんですけど、まあ、いまいち味がしないなってなって、あまあすごくつらかったんですよね、うん、暑いし、かといって何も面白くないしみたいな、うん、でその時にパッてスマホ見て YouTube 何気なく見とったんですよ、うん、その時ですね、その時目に留まったんですよ、この人の公務員辞めて日本一周した、世界を旅したっていう動画が Google やるやん YouTube やるやんで、なぜか文字読めなかったんですけど、その動画のインパクトがすごい入ってきたんですよ。あ、なるほど。最初その動画見た時に、動画っていうかサムネタイトル見た時に、この人頭おかしいんじゃないのかって思いましたね、隣にいるんですけど本当すいませんで、頭おかしいんじゃねえのかって思ったんですよ、うん、でいざまあイヤホン取り出して動画見てみたら、なんかオーストラリアの川で裸になって水浴びしてますし、だって風呂ないもんでも本当にその動画見た時はその必死になってこう歌詞読んどったんですよ、うん、すごくワクワクしましたね。なるほど。本当に久々になんかその時笑ったような気がしますね。おお、それは嬉しいね。ああ、本当助かりましたね、うん、で、そうですね、本当にワクワクしました、うん、もう世界に革命を起こすんだ言うてしまったら、まあ、ただの歌詞やけどさねでも歌詞やけど、うん、言うてしまったらうつ病になってお前はどうしようもないって言われてるじゃないですか、うん、でもけどなんてことはないのさっていう風に歌ったのが、うん、まあまあ確かにそんな感じの歌詞やけど、で、すごくそれで勇気もらったっていうかドキドキしたんですけど、動画見終わった後に思ったんですよね、うん、もうどうしようって思ったんですよ。かたや自分バイク乗ったことない、キャンプもしたことない、うん、けど日本一周っていうこともした人がいるって、うん、自分と同じぐらい、同い年ぐらいの当時のモノケンさんが、でも何も知らないし何にも分かんないし、うん、どうしようと思ったんですよ、うん、もうそれからはもうカフェ行っとる時も、うん、もうこの物販の列並んどる時も、うん、そのライブの待ってる間も、うん、ずっとどうしようって、うん、それ一色でしたね、あの時は、うん、どうしようってどういうこと？その日本一周行くのかみたいな、もう一周したくなっちゃったかもっていうの分かんなかった。ああ、なるほどね。やり方が、そうです、やり方がっていうか、まあその
どう踏み出せばいいか分かんなかった。まあそうですね。なるほどなるほど。ただでもなんかすごいワクワクしたのと、なるほど、不安っていうのと、新しいその日本一周っていう、うん、ジャンルと出会って、うん、すごいどうしようってパニックが来たんですよ。いいパニックやね。でもまあそうですね。でそれでなんやかんやどうしようどうしようって悩んでたら、うん、ミセスグリーンアップルのライブが始まったんですよ、うんうん、でライブしとったんですけど、うん、その時にアウフヘーベンっていうミセスグリーンアップルの曲が流れたんですよ、うん、ちょっとすいません、ぜひ今聴いてきてほしいんですけど、モノケンさん概要欄の方にお願いしますすいません、使えないからね YouTube じゃちょっと、はいはい。で、うん、そのミセスグリーンアップルのアウフヘーベンって曲を聴いてこう聴いたんですよ、うん、ぶっちゃけ言ってそのただ単に聴くよりも生で見た3倍の威力はありましたね、うん、でその時に曲が終わった後に一つ決意したんですよ、うん、もしも死ぬとしたら日本一周してから死のうって、うん、そうですね、そう思いましたね。8月4日8月4日です。去年のね。去年です。でまあその日の夜も寝れなかったんですけど、うん、その日の夜の長さは不快じゃなかったですね。なるほど。もう日本一周したらどうしようかといって、ワクワクの寝れない遠足前のってやつ。ああ、まあそうですね。九州なんてまともに行ったことなかったですし、四国なんて道ですし、うん、かといって何かあるんだろうけど、うん、何かある保証もないし、うんうん、そうですね、その日の夜はすごく楽しかったですね。なるほどなるほど。でまあ結局3時間ぐらいしか寝れんかったんですけど、うん、まあ次の日、うん、帰り道ですよ、モノケンさんの YouTube、うんの動画を車に繋いでラジオ代わりにして聞いて帰りましたね。その日本集中にするべきこと、持っていくべきもの、やるべきこと、やっちゃダメなことあったね、そんなこと。でそれ全部聞いて帰りましたね、うん、でいざ富山着いたら、うん、まあ実家暮らしだったんですけど、うん、家に荷物置いて、うん、そのまま自動車学校行っていい、ね、バイクの申し込みのいい、ね、資料もらってきましたね。いいね、いいね。先生、それが8月、それがもう始まりね。そうですね、その時ですね、その2つの出来事が重なったんよね。そうですね、両方ともなかどっちかでもなかったら多分、おお、マジでやってなかったですね、本当に。いやー、モノケンさん様々ですよ。いや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 。でまあそれで自動車学校とか通っとったんですけど、それでまあ2週間過ぎまして、うん、その時もメンタルクリニックに通っとったんですよ、うん。でそしたらまあ言うてしまったらちょっとポジティブじゃないですか、うんうん、日本一周したいみたいな、うんうん、バイクも今通ってるみたいな、うんうん、でやっとったら先生が、うん、じゃあちょっと会社社会復帰してみましょうかっていう風になって、うんうん、まあその会社に通い始めたんですよ、うん、けどその時に一つショックだったのが、うん、みんな自分がうつ病だったってこと知らないんですよ、うん。その一回実は会社の偉い人とそのクリニック、うん、両親と一緒に行って、あ、そうなん？そうなんです。それ初めて聞いたよ。ああ、初めて聞きました。うん、で知ってるはずなんですよ、うんうん、8月10日くらいでしたっけ、うんうん、え、その家族と会社の人とクリニックに行ったんですか？ああ、そうです、ね、なるほどなるほど。でその時にいましたね、なんかどうしようもないし分かんないから、うん、もしも死ぬとしたら日本一周してから死にたいんだっていうふうにその病院の会社の目の前で言いましたね、うんうん。まあその時からまあ実は睡眠薬もらってしっかり寝れるようになったんですけど、すごいですよ、なんか飲んだら5分で歩けなくなるんですよ、まっすぐ眠すぎて。眠くて、それは睡眠薬なかったら寝れんと思った？あ、そうですね、当時は寝れなかったかなと思います、うん、寝たかったんで薬くださいっていうふうにもらいました、睡眠薬って飲んだことないけどどんな感じになるか分からん。いやー、もう寝る前に飲むんですけど、うん、飲んでベッド入って、あ、布団行こうって、布団じゃない、布団に入って、うん、あ、トイレしたいなって思って頑張って起き上がったら、もうなんか頭クラクラしてて、しっかり歩けないんですね。なるほどなるほど。で、まっすぐ寝れるようになったんですけど、うん、まあで、そういうことあって、うん、会社の人たちは自分がうつ病になっちゃったって、まあ、抑うつだったんですけど、うん、うつ病になったってことを知ってるはずなのに、うん、自分のその会社の人たちの同僚の方々が誰も知らなかったんですよ、うん。まあ、伝えるべきなのかどうかって言われたら謎なんですけど、まあね、ただ単になぜかちょっとショックでしたね、うん。で、まあ、相変わらず人にパワハラしてますし、うん、
フィリプスこねてますし、うん、まあでも薬のおかげと、うん、あともう日本酒のおかげで、うん、そのまあなんとか過ごしてましたね、うん、その時は、うん、まあで9月20日ですね、うん、無事免許終わりまして、うん、そうですデッドバロン行きましたね最初デッドバロン行く時ってすごい緊張しませんいやまあまあ、まあ、分かるよバイクやって緊張するよね分かる分かるでまあバイク知らんなんですけど、うん、すいませんバイク初心者ですって言って、うんうん、バイク見させてもらえませんかって言って、うん、その時知ってるバイクって言ったら、うん、もうスーフォア、忍者、うん、SR、うん、まあセロぐらいしか知らんかったんですけど、うん、もう何て言うんでしょうねそこにセロありますそうですねセロ後で写ますで自分のその時にこのセロを見たんですけど、うん、ああツーリングセロだったよねツーリングセロですねまあ、ああなんかこのバイクならどこへでも行けそうだなって思って、うん、まあ確かにねスーフォアでもないし忍者でもないなクジラくんのイメージはセロ似合ってるよでまあ身長高いしそれでセロを買いましたねなるほど9月20日 ?20 日です、ね、いや覚えとるね日付までいやもう全部覚えてますねそれでどうなったんや、うん、そっからですねまあバイク乗ってウキウキしとったんですけど、うんまあ、どうしても会社出社したら、うん、まあすごくイライラしてしまう、うんうん、けどイライラするのに当の本人は何にも知らないっていうか、うん、いつも通り振る舞って、うん、いつも通り人を傷つけるように見えたんですよ、うんそれなのになんかそのわが物顔で物音を振る舞ってるっていうイライラしてしまって、うん、でまあその時からまあ休み時間ですよ、うん、会社のそのパソコンで調べちゃったんですよね、うん、ちょっとまあ完全自殺マニュアルとか、うん、その、まあ、自殺とか調べちゃったんですけど、うん、そしたらある日面談呼び出されたんですよ、うん会社から会社からですね、うん、でそしたらまあ自分支所で働いておったんですけどいや支所ね支所ね、うん、で本社の人事課長が来て、うん、その人事課長が来て、うん、面談が自分だけ呼び出されたんですよ、うん、まあ自分支所で働いておったんですけど、うん、本社の方から人事課長が来て、うん、でまあそれと自分とあと自分の支所の偉い人2人が来て、うん、その3対1まあ、1対2ぐらい1対1の状態で、うん、あと2が一応どういうか、まあ、1対3みたいなまあまあそうですね、うんまあ、1対3だと思っとったんですよああなるほどねああなるほどね1対3かと思ったら1対3みたいな感じだったんやまあまあ、ね、まあそうじゃないんですけどああでもなんとなく状況分かってる言うたら師匠の師匠まあ、言って死者の人たちがついてきてくれるんかなと思ったらこっち側にいたみたいな感じいやその自分実は2人が、うん、その8月10日のメンタルクリニックに行った2人だったああなるほどなるほどでまあそれで面談始まったんですけど人事課長が人事の人が「お前最近どうなんや」みたいな感じに言われたんでしたっけでその時自分ちょっと参っちゃってたのかなって思ったんですけど言っちゃったんですよ、ねうん、いやもう何も変わらないんだったらもうあいつぶっ殺したいと思ってますパワハラとかばっかりしてそしてそいつ殺した後自分も死ねばいいかなって思ってますって言っちゃったんですよそしたら間髪入れずに怒鳴られまして、まあ、ふざけるなとお前うつ病ってこと病人の言い訳にして甘えてるだけじゃねえかってお前訴えるぞって言われたんですよでまあその時、まあ、ショック受けたんですけど、まあ、何よりショックだったっていうのが自分の師匠の2人がずっと黙っとったんですよ大抵って沈黙って肯定意味するじゃないですかまあまあでなんか本当助けてほしかったんかなって思いましたけどずっと黙られてて、うんお前の、そしてなんか人事課長から、お前の待遇は今後決めるから、まあ、とりあえず今日はもう帰れって言われて、帰ったんですけど、その帰り道ですね、コンビニ行って、アマゾンの
そのギフトカード2万円、3万円分くらい買って、でモノゲンさんの概要欄から飛んでキャンプ道具とか全部買いましたね。だって全部一試合も積んどるの全部見たことあるもん動画で。恥ずかしいですね。1から10まで全部試合だと。でも本当助かりましたね、あの動画で。あ、本当？でもまあなんでその時かってこと考えたんですけど、まあもしも死ぬとしたら日本一周してから死のうかって思ったんだったら、その時ああもう無理だなって思ったんですよ。その面接の時、面接終わった後に、まあ、面接の時にもう無理だなって思ったんですよ。このままじゃ本当にやばいって、まあその会社の人もな、会社の人も知り合いも亡くなってますし、自分も死ぬって思っちゃったんですよ。だからその時から本気でちょっと旅をしようかなと思って道具を買い始めましたね。なるほど。去年の9月ぐらい。ああ、まあそうです、9月末ぐらい。9月末ですね。そのぐらいの時ですね。なるほど。でも日本一周始めたのは4月だよね。ああ、そうですね。その後はその辞めたの？辞めたのは3月末ですね。ああ、でも結構ちゃんと頑張ったよね。頑張りましたね。お金いるしね。まあそうですね、お金がまあ一番ですね。セローも買ったし、旅の資金もいるし。そうですね、確かに。でまあそっからはなんかお試し出社みたいな感じで、会社でなんか午前中だけ出てきて、でここだけ出てきて、で1日出てきてサイクルできるかどうかみたいな訓練はさせられて、まあ働いてました、ね。うん、そっからはもう他人に弱みは見せなかったようにしました、ね。もうまたふざけるなって言われるし、病気のせいにしてんじゃねえかっていうふうに言われるし、もう本当にひたすら耐えてましたね。でまあそれでまあお金融資頑張って働いとったんですけど、まあ日本一周が視野に見えてきた1月中盤ぐらいですかね。その知り合いと飲んどったんですけど、ボソッと言っちゃったんですよ、実は日本一周してみたいんだバイクで。そしたらその友人にお前には無理だって言われました、お前バイクのこと舐めとると、お前47都全県庁回らんには俺は認めんって言われました、いや別にお前に認められたくて日本史行くわけじゃないんだみたいな感じで言われたら、まあショックでしたね。ショックだったっていうか、もう本当に味方は誰もいないんだなっていうふうに思いましたね、その時に。47都道府県回った。沖縄行ったっけ？沖縄行きましたけど、ちょっと関東の方は行ってないんですよ。ちょっとまあルート的な問題で。でも富山やったらいつでも行けるやん。まあそうですね。それもあって。余裕じゃん。行ってないですね。関東以外は全部回りました。関東は余裕じゃん、富山やったら。だけど九州民からすると、あれだよ。だからその福岡からスタートして鹿児島行ったことありませんみたいな。ああ、そうです。でそうですね、そこから日本一周したいって、まあ、子守歌代わりにつぶやいて毎日寝てましたね。まあ一応しますか。で、そのあれですね、まあ、お前には無理だって言われて、まあ、そこから子守歌代わりに行っとったんですけど、まあ、かといっても道具買っちゃいましたしね。セロン買ってるし。そうですね。かといっても年齢的にも当時23歳だったんですけど、行くならここしかないなって思ったんですよ、もう春から行くしかないと思って、暑いし。そうだね。でまあそれで、まあそれで2月の頭ですね、その就業規則によって辞めるにはこうしたらいいっていうふうに言って、退職届出したら辞めれるって書いてあったんです。そして、まあ、退職届出したんですよ。まあ就業規則に書いてあったんですよ。退職届出して、出した2週間後に辞めれますよって書いてあったんですよ。でそしてまあその通りの言葉出して、すいませんお願いしますって言ったんですけど、いや何も相談のなしに無理やって言われて、いやで何も相談のなしに無理やって言われたんですけど、
や就業規則に辞めれるって書いてあるし、何よりちょっとうつ病っぽくなったんで辞めますって言っても病気のせいにしとるだけだろって、まだ怒鳴られるの嫌だったんで。確かに確かに。相談なんてできるわけねえだろうって。確かに、そうですよね。覚えてます、ね、そうですね。それで3月末に辞めたと。まあそうですね、結局まあ人が入れ替わる3月末が好ましいってことで、まあまあそうだね、3月末に辞めましたね。で始めたの17日次つい17日早いね。もともと4月1日に行こうと思ったんですよ、区切りんで。まあ、ツイッターでもちょっとエイプリルフールっぽく言って、実は嘘じゃないよみたいな感じに言おうと。しょうもな。しょうもな。そんぐらいしたいぐらい、ウキウキだったんですよ。なんで17日かって言ったら、会社の送別会、私の、15日ぐらいにやったんですよ。4月の。そうですね。まあ、何の意味があるんだろうな。送別会あったよね。ありましたね。美味しくなかったですけどね、その時のお酒は。でもじゃあ行ったよね、ちゃんと。まあ行きましたね。なんか気になったんで行きましたね。で、なぜか最後に謝されましたね、なぜか。謝られた。なんで？なんか急に辞めてすいませんでしたって言っとけっていう風に言われて、ああこれで満足するなら言ってやるよって、形だけ言ってやりましたね。まだ日本一周する決意がなかったんですよ、15日の時点で。そうなんですよね。まあ動画全部撮ったんですけど、まあ、ちなみにクジラくんの自己紹介の今8割ぐらい、やっぱりまだ自己紹介のうちやん。そうです。日本一周始めるまでやん。で初めて1日目やなの話やろ。まあでもその何ちょっとまあその不安があったけど、とりあえず始めましたみたいな感じでしょ、4月の17日。まあそうですね、ぶっちゃけって、家にいれば、布団はあるし、食べ物も出てくる。ただ日本一周したら、その食べ物を自分でどうにかせんにはいかんし、寝るところ、雨降ったらもろ浮けるし、風も吹くし、感じにすごい理屈にとったんですけど、まあもうここまで来たらやるしかないよなみたいな感じで行ったのが4月17日です。なるほど。だからスタートね、日本一周。だからぶっちゃけって自分、そのスタートした日、日本一周スタートしますってツイートしてないんですよ。だって行けるかどうかわからんし、もしかしたら引き返してしまうかもしれないし。なるほど、ちょっと保険をかけたわけね。そうです。だから何も言わず、なんとなく、旅してますみたいな感じで。え、ちょっとお父さんの話聞かせてよ、その時計の話とか。ああ、そうですね、時計の話。そこを聞きたいよ。で、まあそう、前日ですよ。まあ、自分両親に、まあ、薄々日本一周の雰囲気は、まあ、メンタルクリニックの、その時にも言ってますし、バイクその買ったし、その日に日に道具届いてくるし、ね、言ったんですけど、日本一周してくるって両親に言ったのが、メンタルかって言ったのが、旅始まる4日前だったんですよ。13日、4月。そうですね、そのあたりです。今年のね。で、ちょっと、まあ、17日からもしかしたら日本一周行ってくるなったんですけど、その日本一周始まる前日ですよね、その9時ぐらいにその荷物詰め込んで準備しちゃったら、父親がトントンって来たんですよ。そしたら時計渡されて、なんかこれ時計貸すから昔母さんからもらったものだから、まあ、絶対返しに来いよって言われて、ずっとつけてたもんね。そうですね、あの時計はずっとつけてましたね。でそれ、まあその時計を借りて、いや、でもそう、うち来た時もずっと時計してたし、あれだけはもう出発するたびに時計はあるな、財布あるなみたいな。返した？返しました、しっかり。よかった。で、不安やったけど出発しましたと。そうですね、4月17日。はい。まあその日本一周始めましたツイートとかもせず、まあ旅だったんですけど、まあ言うて、まあなんとなく半時計回りだなと思って、富山から。そうですね、石川県行こうと思って、ただぶっちゃけって富山から石川県やったから、あ、そう、半時計回り。そうです、半時計回り。
でもぶっちゃけって富山県民って割と石川県行く機会多いんで、うん、そうだよね、遠足とかあるんで、うんうん、まあその遠足とか可愛いな石川県なんですよ。でまあその兼六園とか、うん、金沢城とか魚、うん、市場とか、うん、行ったことあったんで、三軒茶屋ってところだけ行ったことなくて、三軒茶屋行ったんですけど、それ以外はひたすら西に走りましたね、うん、もう引き返せないように、うん、なるほど。でまあ福井県まで行って、能登半島はちょっとまあごめんなさいしちゃったんですけど、まあ日本酒の看板つけて、うん、ひたすら西に走りましたね。初日とかすごい恥ずかしかったですね。初日ですし、日本一周の看板つけて、そうですね、それはもうだってまあまあわかるよ、まあ、とまあわかるよ、その気持ちはすげえわかる。なんかバイクもそんな走ったことないし、日本酒できるのかもわかんない状態で、違うからは暑いなと、恥ずかしかったんですよ。まあそれでまあ夜にキャンプ場に着いたんですよ。それ何県？福井県です。あ、福井県。福井県の海岸沿いのキャンプ場。結構進んだね。まあ170キロぐらい走りましたね。そんなもんか。まあでも日本酒始まる前に実はバイク乗って200キロも走ってないんですよ。あー、あー、トータルで。そうなんです。あ、マジで。それなのにいきなり福井県まで走って日本一周するってことなんですよ。まあキャンプ場まで行ったんですけどね、うん、その初日のキャンプ場に2人のキャンパーさんがいたんですよ、うん、そのまあ後々話していたら、うん、その愛知県と、うん、愛知県から来た2人組のキャンパー、幼馴染がいたんですけど、まあ、その時の出来事が、まあ、40歳ぐらいの、あ、まあまあ、そんぐらいの方でしたね。おじちゃん、おじさん、おじさんです。その時の出会いが一番日本集中で結構残ってますね。で、まあ何があったかっていうと、初めてのキャンプ、まあ、初めてのキャンプですね。一回その公園でネイチャーハイクのテント立てて、まあ、10分ぐらいで立つかみたいな感じでやった後の初めてのキャンプだったんですよ。あれ1分半で立てるんですよ。あ、そうですね。で、まあそれでまあ海岸線沿いのキャンプ場だったんですけど、まあこんばんはって挨拶して、うん、バイク止めて、うん、受付して、うん、でテントを張ったんですけど、すごい風が強かったんですよ、うん、テント張ってる時だけ、うん、でそんな初心者のね、うん、テントを張る時に風吹いとったらもうめちゃくちゃ難しいじゃないですか。まあまあそうだね。だ自分すごい手こずったんですよ、うん、テント張る時に、うん、でまあそのテント張る近くが、うん、まあ割とすぐ近くに炊飯場があって、その2人のキャンパーさんが炊飯場でご飯食べとったんですよ、うん、まあ結構しっかりとした装備っていうか、ガチガチキャンみたいな、まあそこまでガチじゃないですけど、ガチコンロとか持ってその取った魚で料理してみたいな感じで、いかにもあ、まあ経験豊富なんだなって思いながら見とる片隅ですごい手こずってテント張ってましたね、うん、であらかじめご飯とか食べとったんで、8時ぐらいですね、もう不安で周り真っ暗だったんで寝ようと思って歯磨いてったんですけど、で歯磨いてさて寝ようかなって言った時に、そのおいあんちゃんってそのキャンパーさんから声かけられたんですよ、うん、あんちゃんって言われた、あんちゃんって言われました。でそしてパッて見たら、どうも自分のバイクのその日本一周の看板が見られたんですよ。あ、なるほど。見られて、おいあんちゃんって言われた時に一瞬ですよ、うん、ああ死んだなって思ったんですよ。なんでなんでだってもうなんか鬱病になった時も、まあ言ったらまだその時って完全に治ってるというか、いや治ってないよね、治ってないよね。不安だらけだったんで、うん、その鬱病になった時にふざけるな、病気のせいにしてんじゃねって言われて、その知り合いに日本一周したいって言ってポロッとつぶやいた時も、お前には無理だっていう風に言われて、ですごい手こずってテント張って、でまあ揺れてしまったりですけど、本当ミニマムキャンパーみたいな最小限のキャンプで、そんな高いテントとかじゃないじゃないですか。それで日本一周とか初日の看板見られて、でこっからそのキャンパーさんに、お前そんなテントでキャンプしとんのかな、初めてなんか、全然グダグダやなみたいな、ああなるほどね、感じに言われたら、今度こそもう立ち直れないな。確かにね、なんかいるよねそういう人、まあ、バイクとかもそういう人いるじゃん、おじさんってさ、そんなこと言ってくる人で、それで一瞬そう思ったんですよ。ああ声かけられた時に、もう死んだって思っ
ったんですよ、うん、終わったって思ったね。近くに東尋坊あるなってやめとって大丈夫。いや割と冗談じゃなくそう思ったんですよ。でそしたら実際言われた言葉が、おいお前飯食えるか、あ一応まあ食えますけど、まあ酒飲めるんか、まあ一応飲めますけど、じゃあお前ちょっとこっち来い。でそれでまあそのいろんなものがごちそうになりましたね。お酒で焼酎飲ませてもらって、そのグレー君めっちゃ酒強いけんね。いやそんな強くない、そこなしやけんね。食後じゃないと飲めないんですけど。あそうな。でそれでまあその取った魚で作った鍋のその締めのラーメンとかうどんとか食わせてもらったりしとったんですけど、うん、まあ聞かれたんですよ、うん、なんで日本一周するのって言われて、で今の話をしたわけ ね、 そうですね。今これ話したやつ今の話を全部しましたね。多分3時間ぐらいかかってない1時間もかかってないですね、うん、でもただその人たちは同じ音量で喋ってくれましたね、うん、自分の話を最後まで聞いてくれて、ねえ、なんかその人で会いたくなってきたな、なんかなんかいいね、なんか特徴ない、なんかもう名前しか知らないですね。名前なんていうの、いや、いっていいんすか、いいやろ、いいんすか、いいことやから、いや、小林さんと井上さんっていう方、わからんでしょうね。めっちゃおるやん、今日どっちとも特徴的な名前やったらわかるのに、もともと愛知県から、小林さんと井上さん、愛知県のキャンパーさん、そうですね、もともと三重県にキャンプする予定だったんですよ、うん、雨だったから、ああなるほど、北に来たんや、福井県に来た、なるほどなるほど、でそれで同じ音量で喋ってくれましたね、全部話しました、なるほど、その時にいい意味で説教を食らったっていうか、いろんなことを言ってもらいました、ね、例えばお前そんなやつらのこと気にするなとか言われましたね。でまあお互いさんにベロベロに乗っ取ったんですけど、お前ジャガバター食うかって言われて、焚き火できるキャンプ場だったんで、そのジャガバター食べさせてもらったんですよ。言うてしまったらめちゃくちゃ川湖にとって、その中野シーンちょっと登ってるんですよ。いやまあジャガバターむずいよあれ焚き火でやると、その時食べたジャガバターがうまいな、久々に美味しいって思いました。ああなるほどね。日本一周して何が一番うまかったかって言われて、トップクラスに入ってくる、まあ、ジャガバター、ジャガバターですね。あのジャガバターが一番美味しかったです。なんかその気持ち分かるわ。なんかコーヒーめっちゃ好きじゃないですか。はい。でなんか美味しいコーヒーって何って言われた時にパッてこう分からんやんって言ったらさ、分からんけど、なんかこう口に含んだ時に、例えばさ、旅中の光景がこう蘇ってくるようなコーヒーは美味しいなって思う。あ、うん、なんかそんな感じとなんかちょっと通ずるもんがあるんだ、ジャガバターは。その焚き火のね、その明かりだけを頼りに食べたジャガバターが久々に美味しいなって思ったんですよ、食べ物として。言うて薬飲んで食べれるようなと思ったんですけど、まあ、こんなうつ病になった人間が食べ物食べていいんだろうかみたいなことを思っちゃうんですよ、どうしても。ってなったらまあ美味しいって思えるはずもないかったんですけど、その時からですね、なんか味覚が戻ったって言っても大げさじゃないような気がします。マジで？でもその後2週間後ぐらいに初めて会ったけど、その時なんかちょっと食ってたよね。だから、あ、チキンばっか食ってたよね、うちで。あれはチキンめっちゃ食いましたね。めっちゃ食ってた本当に。最後いよいよテントの撤収とか終わって、うん、お礼言ったんですよ、握手し、写真撮りに、うん、そして最後にその、いや本当ありがとうございましたって握手したんですけど、言われたんですよ、その握手するときに井上さんですね、あ、井上さんの方から、いやさ、お前一晩、たった一晩だけの出会いだったけど、その連絡先も交換してないし、その E メールも何も SNS もやってないけど、いやこれから日本一周行くんでしょ、まあお前なら大丈夫だと思うよって言われて、まあそうですね、いい話や。バイクにまたがりました、ね、待って、その写真ない？あります、ね、あ、見せてよ。そしたら、まあ次の日から、そうですね、なんか堂々と日本一周できたような気がします。なるほど、なるほど。言うてしまったら、自分バイク買ってセロ買ったって言った時も次第から、え、なんでセロなんて言われて、セロ？こ、な、何？正解やん、と思うんだけど、旅人からすると、初心者がよくセロ乗れたねっていう風に。そいつバカやなんか今思ったら暇つぶしにマウント取ってくるだけなんかな。あ、まあ、まあ、あ、てかさ、今更ちょっと話変わるけど、これ YouTube なわけじゃん。あ、そうですね。評価のボタンってあるじゃん。あ、はい。コメントもあるじゃん。あれさ、見えんくすることもできるのよ。評価もなしにできるし、あ、そうですね、コメントもなしにできるよ。でこういう動画ってさ、さっきも言ったけど、マウント取りたいやつ絶対おるの。何かこう、何
コメントとかでさ、あまあ、その打つのこととかにこう付け入ってマウント取りたいやつって俺、まあでもどうする、どうする、うん、そのコメント欄をあえてこう開放して、その自由というかいろんな意見を書き込ませるのもいいし、逆にこう最初からコメントせんっていうのもか、評価も、まあ、評価ってこの話でさ、そんなバットがさ多いとかありえんと思うけど、まあ大体91ぐらいな、100人とか10バットとか、それは普通なんや、それってね、動画として。コメント欄をどうしようかな、どう思う？でも僕としてはその同じような人がおるときにコメント欄か、そのクジラくんの DM を開放してるか、いやー私の DM、 でもさ、そのまあ言ったらさ、今の話でそのクジラくんのなぜ日本一周をしようと思ったかっていう話はまあ大体終わりじゃんこれ、ね、あそうですね、だからこう何やろ、クジラくんと同じようなその人っておると思う、悩みの種もいろいろ違うけど、なんかそういう人にこうなんかね、アドバイスというか、僕はこういう風にしたいろんなそのパターンがあるけどさ、クジラ君の やり方が全部の人に当てはまるわけじゃないけど、心の持ちようっていうか、なんかこうきっかけというか一歩できるよね。いやでもぶっちゃけ言って自分のきっかけは褒めれたものじゃなくて、まあ、自虐を含んどったっていうか、まあ、いざ日本一周しても、まあ、日本一周が終わったら全部終わらせようってこともできましたし、ああ、まあ、そんなことはやってちゃダメなんですけど、だって言ってたもんね、その当時から始めた時から日本一周終わったらどうなるか分かんないけど、まあ、やめてよそういうの言うのってずっと言ったけどみんなに言われました、やめてよって。でもなんか顔はさ死んでなかったよその時。そうですか、うん、いやでしかも今の顔は当時より明るいよ。そうですか、全然明るいよマジで。なんかね、肌の感じが良くなってる。それ戻ってきたらみんなに言われましたね。目の下のクマとかないもんだって。ああ、うん、そうですね、ない。多分これからさ、そのモロケンハウスで出会った人たちとこの後会うじゃん、だから多分同じこと言われるから全然違うもんだって。言ったら別人みたいな感じになってる。そうですか、なんか取り憑かれてた人の霊がいなくなったみたいな感じであれやったよ、ほんまに。まあ何かに取り憑かれては、うん、取り憑かれてたみたいな感じ。前変わらずなんかイヤホンで聞いてたけど何の話だったの。まあ DM を解放するかどうかに、コメント欄で。でもクジラくんあんまりさ、そのうまくないじゃん。あ、うまくないよね。うまくないじゃん別に自分は本当に夢中になれるものが、ああなるほど、王林さんからいただいたってだけでした。え、だけでしたね。そのこの動画をもし見る人はさ、例えばそのクジラくんの全く同じようななんか悩みがあって日本一周したいと思うのか、それともこうなんただのその鬱的な人が見るかもしれない。まあそうです、その悩み鬱でこう日本一周したいって人は多分通じるじゃんこれ。もう別に日本一周したくないけど、興味ないけどこの動画に来てしまったっていう人もいると思うんだよ。なんかないかね日本一周。あ、じゃあぶっちゃけどうやって日本一周してよかった。それはもちろんよかったですね。じゃあ僕職業柄日本一周してる人と一日一人以上とか会ってるじゃん。あ、はい。でさ、そのいろんなさ趣味とかあるじゃん、日本一周なりバイクなりさ、あ、はい、大学に行ったり海外に行くとかいろんなさ人生の選択肢あるやん。で日本、あ、いくらかかった？いくらかかりました。まあ70万かかりました。何ヶ月で？4ヶ月ちょいですね。70万って金額があるじゃんね。はい。で、そのいろんなさ、その人生ってさ、その20前半いろんな選択肢がある中で海外に行ったり大学に行ったりするじゃん。はい。大学に行ってさ辞める人っているじゃん。とか海外に行ってもその数ヶ月で帰国する人っているじゃん。やっぱそのさ海外に行ったり大学に行ったりさ合わないってやっぱあるよね。はい。なんかこう海外行ってたじゃん。いろんなさそういう人見るけど、海外に行ったりその大学に行ったりしてる人の中でやっぱ違うなって思った人さ結構おるよ。3割と4割ぐらいおるよ。なんか大学に行って辞めたり海外に行ってやっぱ合わんと思って帰国したりする人おるけど、日本一周してやっぱ線抜きよかったって言った人に未だかつて会ったことないよ。だけど なんていうかな、今のところさ100人中100人やってよかったって言ってる。これ
ってめっちゃすごいことじゃん。あ、確かにすごい。こんなさ、そんなこと言える何趣味かわからない、日本一周って何だってわからんけど、そんなこと言える100人中100人がやってよかったって思えることなかなかないやん。確かにそうです、ね、何にしても野球とかでもさ、やっぱね、好き嫌いある、何でもあるけど、日本一周やってよく、やらなきゃよかったって言ってる人マジで会ったことないかい。なんなら全員やってもいいんじゃないかなって僕は思ってるんで。でもまあ思うんですけど、まあ仮にですよ、自分もともと楽器やっとったんですけど、楽器やるときって結構なんか簡単、簡単っていうか、まあハードルが割と低いじゃないですか。その教本買ってきて、そうなの分からんけど、楽器センター行って、その楽器買うっつって、行動でちょっとやってみるみたいな感じなんですけど、日本一周ってやるまですごくハードル高くないですか。え、待って、じゃあさ、確かにそれはある。めっちゃ高い壁があるとするよ、日本一周ってさ。でも一旦こう超えちゃえばさ、あとはもうなんか、え、その何、日本一周ってめっちゃ簡単やん。そうです、やろ。そうですね、まあ確かにあり簡単やろ。でも自分はあのモノキンさんのハウス行った時に、あの8日目で、いや違う、10日目でモノキンハウスにお邪魔したんですけど、10日目その時もモノキンさんは日本酒なんて簡単だよみたいな感じに海外に比べたらすごい簡単だぞみたいな感じに言ってたんですけど、まあでもぶっちゃけってその自分は当時はそう思えなかったんですよ。あ、いや違う違う違うよ、その当時っていうか終わってみたら簡単だね。あ、終わってみたら簡単です。いやでもそれがあれだよ、成長ってやつ。あ、そうですか。その最初はさ、すごい高い壁やったのに、なんならさ、こんなもんじゃん日本酒めっちゃ高い壁やから今やったらピョンって声がられるやん。え、日本酒とかめっちゃ簡単やみたいな。これが人のなんで成長やと思うよ。まあ確かに最初はマジでもうあの今飛んでる飛行機ぐらい高い壁と思うよ、日本酒。いや確かにそうですね。けど終わってみたら、え、余裕じゃんみたいな、これが成長やと思うよね。はい、それが、しかもそれがあの100人中100人やってよかったって思えて、しかもたった70万ぐらいだよ、でバイク含めてもさ、言うと100万ぐらいでできるわけじゃん。そうですね。え、めっちゃコスパいいやんと思って。大学行ってさ、ね、何百万も使って辞める人もいたりさ、海外行って何百万も使って辞める人いる中で、たった100万で 100発100中楽しめる人生でいい出来事に出会えるって考えたら、日本一周ほど何コスパのいいものはないんじゃないかなって僕は思ってる。いや、でも自分はこう思うんですよね。その日本一周なんてぶっちゃけってまあ 3ヶ月ぐらい、うん、大体そんなもんね。ただそれってまあその自分の場合って働いとったんですけど、会社辞めるわけじゃないですか、会社辞めてもう何もない状態でも日本一周するってなったり、ぶっちゃけって自分うつ病になってまあ訴えるぞとか病気のせいにしてんじゃねえって言われても、辞めるときすごい勇気いる。勇気はそれはあれ。でその日本一周 そんなこと言われても、その辞めるのに勇気いるって、やはりそのなんて言うんでしょうね、みんな通っとるから そんなこと言われても辞めるっていう勇気がいるよね。辞めるか、そのぶっちゃけて日本一周って未知なんですよ。その会社行って、高校行って大学行って就職して、なるほど、そう普通に過ごしとったら絶対に変わらない。なるほどけど、もういざこういう道もあるんだなってことに気づかせてくれて、日本一周に旅立ちましたけど、でも何やろ、言ったら僕も すごい量のメッセージもらうわけよ、勇気がありませんってやめたいけど、でもそれはもう僕から言えんくない。無理ですね。なんかもうそれはなんていうの、やめてもらうしかないというか、そこばっかはもうどうしようもない。やめた後はもういくらでもサポートできるけど、やめるばかりはもうやめますって言うしかないじゃん。そこは勇気を広く絞ってもらう、ちょっと僕も手助けを。もう最初っていうか、さっきも言いましたけど、日本一周なんてすごい不安定じゃないですか、毎日こういう天気のいい日が続くとも限らないし、寝るところも考えなきゃいけない。僕も台風ドンピシャでしたあれはすごいですね。けどまあなんて言うんでしょうね、日本一周かといって日本一周したら全ての悩みが解決できるぞとか言えたことではない、言えないんですけど、そんなことは。ただ単に全ての出来事をひっくるめて日本一周をやってよかったなっていうふうには、いい言葉や今の思いますね
いい言葉や、本当に言葉じゃ伝えない、いい言葉や、今のそうですね、いい言葉や。あのこの動画さ、答えがないじゃん、ね、けど、それでいいと思う、あの旅とかって、そういうの今 23? 24か、これからやんか。え、どうするん、これから。これからですか。ちょっと一回勉強したいなって思って。経済なんですよ。経済と、あとまあちょっとこんなボロボロなことになっちゃったんで、ちょっと心理学についても。いやー、いいと思うよ、心理学したいなと。え、ちなみに僕めっちゃ心理学好きなの。あ、そうなんですか。本とかめっちゃ買ってるよ。なんだ、心理学の本しか読んでない最近最近もなんか暇と退屈についての本読んでなぜ人は暇が退屈するのかみたいな。ちょっと面白そうやな。あ、結構面白かったですよ。そのことについても経済についてとかあったりして、勉強したいなと思ってますね。なんかそういう人って多分いっぱいおると思うよね。で、多分僕のとこにも DM 来るけど、 DM 来る人ってその何、ごく一部やん。 DM 送れん人もおると思うけどさ、なんかこうできたらいいね、そういう人たちも。日本一周しろと言ってるわけじゃないけど、なんかこうなんかきっかけがあればね。そうですね。なんかなんでもいいけど、でも日本一周はいいと思うよ本当にコスパいいもんだって。コスパ、たった100万だよ、たったたった100万で人生変えられるなら。だから大学行ってさ、400万使っても行かんときゃよかったっていう人がいる中、日本一周はたった100万で100人中100人がやってよかったって言ってるんやから、こんなにコスパがいいことはないよ。でも、あ、充電がなくなる。あ、やばい。日本一周して、うん、して何かが変わったってことは自分からは分かんないんですよ。あね、5年後に分かるよただ今はまあこうやって笑って、うん、ね、胸を張って、もう顔が違うんだって明るさが違う、マジで。なんか5年後、なんかその今はさ、変わったっていうよりも心境の変化みたいな感じなんだよ。あ、そうですね。心境の変化が、心境が変わってるだけじゃん。その心境が変わったってことは、これからのその何、方向性が変わるってことやから。それはありますね。それで5年後とかに気づくけどさ、あ、これがきっかけであの時やったんやなっていうのが。まあだからさ、今変わったって言ったじゃん。そしたらさ、日本一周程度で変わったとか、うんぬんかんぬんとか書き込む人おるけんねマウント取りたいマンが出てくるけん。ああ、そういう人たちは取らせとこうぜそういう人たちはそういう人生だなって思うんですけど僕も鼻くそほじくりながらいつもそういうコメント見てますってことで、そろそろですね、締めに入りたいと思うんですけれども、なんかいいことある。ああ、はい、ちょっとじゃあ、自分はそうですね、うつ病抑うつの診断をもらって、でその4日後にモノゲンさんの動画がきっかけで、その日本酒を始めましたけど、うん、ですね、もしも周りにそのうつ病の人がいても、自分の場合はその日本酒っていう動画がすごく心に響いて前を向けましたけど、うん、そのうつ病、自分が治ったからといってうつ病の人が全員日本一周したらうつじゃなくなるとか前を向けるってことではないので、まあなんか旅、バイク乗ったらうつ病治るよとか、旅したらうつ病治るよとかじゃなくて、なんかもしも隣でそのうつむいてる人がいるんだったら、まあそのうつ病だったんだけど日本一周したやつもいるんだぜみたいな感じにとどめておいてほしいなって、とどめといてほしいなって思いますね。いいことや。そうですね。いいことっていうか大事なことや。そうですね。なぜか本当人それぞれ。そうだよね。なんて。僕もなこの動画に何かしらのこう執着点、答えを見つけようと思ったけど、これでいいよ。これでいいですね。だから本当だから、うつ病なんて心の病気だろ、甘えだっていう人も、人がいるように、まあそういった人たちもいることは事実ですけど、うん、まあそういう風に。助けてくれる人も周りにはたくさんいたってことは日本一周で思いましたね、うん、よかったわ。そう思ってくれて、みんな日本一周やろうそう言ってること違うけどさ日本一周やろう。あのモロケの動画見たら買うべきものはあの分かるかな宣伝ですね宣伝です。本当にいいと思うよ。さっきも言ったけど日本一周はコスパいいから、うつ病うんぬんとかじゃなくても普通にやりたいと思ってる人もやったら、そういう人はもう積極的にやるべきだよね。けどまあ日本一周中めちゃくちゃビビる時だったんですよ、ね、なんか言うてしまったらよく言うじゃないですか、なんか旅人は旅が終わったらただの人だって。で自分もその日本一周中すごく楽しかったんですけど、途中途中で
なんかこのまま旅終わったら生きていけんのかなって、お金は確実に減っていくし、あとはまあそのまあ会社辞めているわけですけど、もう一回仕事できるのかみたいなことも思うんですけど、自分でやろう仕事で、それでまあ旅人で起きた出来事は人という文字の部分に蓄積しようって思ったんですよ。なるほどね。まあ日本史、まあ何かに聞いたんですよね、旅人から終わったらただの人だって、じゃあ確かに旅人じゃないとできないこともたくさんあるんですよ。例えばその道の駅にお願いして泊まらせてくださいって言ったり、それこそ日本酒の看板つけて話しかけてくれることとか、ガソリンスタンドで給油したら日本酒してんのって声かけてくれる人とか、いろんな出来事があったんですよ。まあ、そういうことは旅という文字に蓄積せずに自分の人という文字の部分に、いいこと言うやん考えてましたから。いいこと言うやんそういうので、まあそうやって蓄積して 最終的にただの人に戻っても、その最初の人とは違うやん。そうそうです、まあ、めっちゃいいこと言うやん。それちょっとパクらせていい、それパクらせてもらっていい、それいいっすよそれちょっと書いとこうよ。危ねえめっちゃ風強いけんね。いい落ちできましたね。危ない危ない、いい落ちできたねじゃあ閉めようか。閉めますか。お腹すいた。お腹すきました。じゃあ飯食い行こうか。じゃあ食べますか。ってことで皆さん、今回の動画はこれで終わりますTwitter だけ入っとくといい。結局貼るんすか。 Twitter とあのインスタの ID だけ貼っとく。 DM は別にそのあれじゃん、禁止みたいな。できるじゃん。あ、できますね。いや、じゃあ、ツイッターとインスタを貼っとってほしいよ、それぐらいは。はい、どんな寂したかは、だって。まあ、そう、そうだ。まあ、そうですけど。わかりました。わかりました。DM は送らんでだそうです。助けれませんからね。そうだよね。無理です。そうだよね。僕もね、言ったら、もらって困ることはあるよ、たまに。でも、まあ、なんとかしたいと思うけど、わからんもん、正直。してるじゃないですか。まあまあね、まあなんかなんとかしたいと思う。だからでも本当に冗談抜きで、あの動画がなかったらどうなってたかわかんないですね。みんなあの動画を見よう、もう一回この動画の後にあの動画を見よう飯食いこういただきます